そしてハウス、こちら大林信彦監督、これ何の前情報もなしに見たんですけど、ジャンルはホラー映画なんですけど、まず最初こう美少女がですね7人出てくるんですよ。でこう、まあ、みんな可愛いなと思って見ていたら、こうおしゃれ、もうおしゃれったらみたいなって思って、こう誰かの服装がおしゃれなのか、何なんだろうと思って、やったらおしゃれって言葉が出てくるんですよ。でもよくよく話を聞いていくと、登場人物の子がのニックネームがおしゃれなんですよ。で、私それに気がつくまでに結構時間がかかって、で他にもこうその女の子たち7人全員ニックネームがあって、そのニックネームがおしゃれ、メロディー、マック、クンフー、ファンタ、ガリ、スイートって、こうそれぞれのキャラクターに合ったあのニックネームなんですよ。だからメロディーだとなんかこうピアノが得意とか、あとクンフーだとこう劇中でカンフーとかしてたりとか、でそういうの面白いですよね。で、まあホラー映画なんですけど、とにかく美少女7人なんで、なんかわーっていう、あ美しいっていう方が強くて、皆さんもよかったら見てみてください。